だから片岡千恵蔵さんなんてのはピストル、まあ剣劇俳優ですよ、あの人はチャンバラのね。それがピストルでほら二丁拳銃なんか持ってやりましたよ。だけど格好はあんまり良くなかったな、考えて。向こうはジョン・ウェインだとかなんかほらうまいじゃない格好、バートランカスターとかえーケースフェーってくるなんかこうおかしいのこんなんなんだこんなんなんだあれあれチャンバラから来たんでしょうか。私なんかもあの敗戦をあそこで軍事工場で知りましてね、あらあの中学2年3年学校行ってないんですよ。軍事工場行きましてね、あの広間の鉢巻き締めてね、あのお手伝いです。中年の人、まあ若い人はみんな兵隊に行ってますから、まああの頃だと40、50の工員さん、一番働き盛りの20代30代いませんからね、その手伝いで。昭和6、7年の方、5、6年の方いらっしゃるでしょうけども、皆さんみんな行ったと思いますよ。軍事購買学徒動員ってんでね、日の丸の鉢巻き締めて一生懸命夢中でやったもんですよ。ゼロ戦の尻尾を作ってましてね、私が作ったんだからうまく飛んだかどうかねまあ手伝いですから。補助翼ってのあるでしょ、フラップ、あそこを作ったのこのぐらいのもんでしたからね、地方でしたけどね、どっちにしてもそれやって、それからあの、あ、それはいいんですよ、張り切ってますからね。とにかく勝たなくしちゃいかんってんでガーッてしなってやったから、それは張りがあるんで、あの昼休みのね、あの軍事教練、あれがちょっとつらかったな。工場の庭にポプラの木がありましてね、こう藁人形をくくりつけてね、そこにルーズベルトなんて書いてあるんですよ、それに向かってね竹槍持って突っ込むんですよ、ガーッつって、とにかく。だけどね、考えてみると、お前たちが、先生が言うんですよ、お前たちはこれから誰か言ったんだ、あのこれから本土決戦になると、あの向こうは戦車で上がってくるでしょうと。誰だと思いますよ、戦車で上がってくるのに竹槍持ってってもダメなんじゃないですかと。ただ先生が怒ってね、バカッと引っ叩いて、バカッ、そんなことを考えるなと、貴様らとにかく何も考えず敵の戦車向かって突っ込んで、その敵のその戦車の中に体をぶつけてけと。お前たちは当然引っ殺されるだろうと引っ殺されるだろうって言うんですから、日本万歳と言いながら、とにかくお前たち死んでいけ、お前たちの姿勢が天に通じて、お前たちの腹渡が敵戦車に絡みついて、戦車が格座する、止まっちゃうって言うんですよ。嘘だと思ったなあの時腹渡が絡みついてくれ、戦車は止まりませんよ、いくら昔の戦車だって。そういうバカげたこと、うちの近所のお父さんなんか大変でしたよ。 B20 が上飛ぶと怒っちゃってね、竹槍持って卑怯者降りてこいって降りてきませんよなかなかとにかく歌もすごい歌がありましたよ。だからさっき言った小関裕二先生もあの軍歌をたくさん作ったわけですよ。あの人は大体マーチがさっき言ったようにほら得意ですから、あの高校野球のね、あの栄冠は君に輝くとか、ああいうのはもううまいんですよあの人。だからいろいろ作ってますよね。早稲田の紺碧の空もそうだし、それからそうですね、あの東京オリンピックのね、オリンピック参加、これも小関裕二さんですよ。それからあの六甲おろし、あれは大阪タイガースの歌ってんですって、昭和14年に作って、まあ今六甲おろしってタイガースファンがハーッて歌ってるじゃない、あれもそうだし、で巨人のね闘魂込めて、これもそうなんですよ節操のない人だねどっちかにしなくちゃね。とにかくあらゆる会社とかも有名なあれもうほとんど作って、だからあの戦争が終わった後、私のよかれんの歌とかそういうのに憧れて若者が全部散っていったと、そういう歌の影響ってのはあるだろうってんで、あの人はあの本当になんていうの、あの戦争犯罪者として裁かれても仕方がないって覚悟してたら呼びつけられたらしいんです。でしたら、お前そんな君はそんなにいいんだ、才能があるんだから、だからあのこれから平和のために一つ日本人をねハッと明るくするような歌を作ってくれと、そういうわけでいろいろ作りましたよ。 NHK で放送した鐘の鳴る丘とかね、長崎の鐘いいですね、ああ長崎の鐘、いわゆるレクエイムですよね、それであるとか、そうね、夢秋東京とかね、三日月娘だとか、イオマンテの夜、君の名は、とにかく名曲いっぱい作りましたよ。まあそういうようなわけで、さっき言ったようにこう時代が変わって敗戦になる、そこでそうですね、さっき言ったように今度ジャズをどんどん放送しろという命令で、それで軍歌は一切いかんと、ジャズをどんどん放送しろ、朝から晩までジャズですよ。驚いた私なんざ、生まれた時から軍歌を育ってきてますから、
まあそう言っちゃなんですけど昭和6年生まれですから、うん、ちょうど戦争が始まった時からね、で敗戦が14歳ですから、そのもうとにかくそういうわけで、軍歌漬けですよね。軍歌は子守歌みたいなもんですから、それで育ってきたところに突然、今度戦争中絶対演奏できなかったジャズがパンパン放送になるわけですよ。あら驚いた。とにかくあのなんていうんですか、あのジャズの調子っていうのはまあね、なんか知らないから毎日ぼーっと聞いてたわけですよ。調子がいいからね、あれ昨日まで、昨日っていうかこの間までこんなのがあって、やーらーらーらーこんな歌を歌ったわけですから、そういうと全部ボンボンボンボロボロンボ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 ロボロンボ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 ロンボンバッパンバラバランパンバンバンバランパンポンバラバラバホバンパンバラバランパンバンバンバランパンポンバンバンバラバンポンバンバンバラバラバンバンバラ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 バパパバラバラパバラパパバラバラパバラバラパパバラバラパバババリバラバラバラパパバラ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 バンバラ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 ポンポンワパバラ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 ボンワンポンワンバ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 ラバラパパパパバラバンバラバラパパパバラバン、音が出なかった。ダンスカドクダンスカダンダンダンスカドクダンスカダンダン南妙法蓮華とにかく愛知橋の毎日それが流れてくる。とにかくびっくりしましてね、そうね、グレン・ミラーですかね、今考えれば当時は知りませんでしたからね。とにかく調子いいなと思いましたよ、当時のグレン・ミラー。これ茶色の小瓶ってやつですね、確か、リトル・ブラウン・ジャグってやつ、リトル・ブラウン・ジャグ。とにかく当時は知りません、軍歌で育ってきてるんですから。でグレン・ミラーとか人気あったのはね、そうサッチもね、ウェーベルのね、あのルイ・アームストロングからクラリネットのベニー・グッドマン、はい、そうそうたるもうね、デューク・エリントンとかね、そういうのがもうラジオで毎日流れてくるわけですよ。でもじゃあ敗戦のショックでね、日本中みんなこんなになっちゃって腹減ってるしね、楽しみったらもうラジオしかないでしょ、娯楽ったら。だから毎日ぼーっと聞いてたわけです。毎日聞かされてるうちにだんだんおかしくなっちゃってね、なんかこうジャズっておかしくなりますね、体がだんだんこう全然くねえんだっちゃってね。まあはっきり言ってあれからみんな日本の若いやつらみんな言葉にするとまずいかな、みんな こんなになっちゃってね。とにかくまあ今でもいますね、大学生かなんかでね、親不孝な顔しやがってちょっとここは立ちますけどね、くねんねちょっと指をくねくねしようってくねんねテレビだっバラバラビドバダシタ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 バラバンバラバダッパスタスタバラバンウィーン。トニーは喜んで東京でみんなになってますけど、かわいそうなのは田舎のお父さん、大変ですこれは。せがれは東京の大学で一生懸命勉強してるだろう、1円でも多く仕送りをしてやってせがれが心置きなく勉強に打ち込めるようにね、ありがたいですねお父さん。はっきり言ってカラバカなせがれにね、大変なお金使っちゃってるからお父さん新しいコンバインやなんか買えません。コンバインね、あれ高いですからしょうがないから、お父さん物置から古い脱穀機引っ張り出してきて、お母さんそばにいて頑張れ父ちゃん頑張れ父ちゃん。せがれは東京でテレビだハーバラビダブワンバンバン同じ格好したんじゃないですか。歌は世に連れではない。